今回は電検三種過去問解説として平成24年度機械科目の問い2について解説をしたいと思います。問題として、直流多冷電動機の電気式回路に直列抵抗 0.8 オームを接続して電圧 120V の電源で始動したところ、始動直後の電気子電流は 120A であったということであります。始動直後ということですから、これは電気四半線による電流、電圧、こちらは 0V であります。そして回転が安定して電気子電流が 40A になったところで、直列抵抗を 0.3 オームに切り替えた。インダクタンスが無視でき、電流が瞬時に変化するものとして、切り替え直後の電気子電流の値として最も近いものを選べということであります。ただし電動機の回転速度は変化しないものとする。これは非常に重要です。またその他の電圧効果、ブラシによる電圧効果や電気四半線はないものとすると、また電源電圧はや開示電流は一定とするということであります。これは実際に透過回路を書いてみると非常にわかりやすいと思います。まず多冷電動機ということですから、多冷電動機ということですので、今回は透過回路の中での零次回路は無視するものとして考えていきたいと思います。無視できる条件としては、この開示電流が一定とするという条件があるからであります。ですので電動機の電気子側、こちらだけ書いてみたいと思います。まず電源が 120V があって、ここからまず始動時を書いてみたいと思います。直列抵抗が 0.8 オーム。そして、こちらに電気子の抵抗。こちらが RA といたします。これが今、現在は不明です。そして、始動直後ということですから、逆起電力はありませんので、短絡状態として書いておきます。この状態で、電源電圧 120V のとき、電気電流は 120A だったということであります。ということは、直列抵抗と RA を足した抵抗の大きさはいくつかというと、120V がかかっていて 120A ですから、合計の抵抗値は1オームであることがわかります。ということは、RA は 0.2 オームだということであります。ここから回転が安定した後どうなるかというと、直列抵抗と電気子の抵抗は変わりません。この状態で電気子電流が 40A になったということであります。ですので、0.8 オーム。ここに 0.2 オーム。こうして、電気子の反作用ですね。電気子反作用ではなく電気子の逆起電力があるわけであります。今は構造的に分かりやすくアンマチュアと書いておりますが、これはこのように表すこともできます。 120V は変わりません。この状態で電流が 40A になったということであります。ということは、この 0.8 オーム 0.2 オームこの部分に 40V がかかっているわけですから、電気子の逆起電力 EA は 80V であることがわかります。さて、この状態でこの直列抵抗 0.8 オームを 0.3 オームに変えたというわけであります。そして、開示電流は一定で、回転数も変化しないものということですから、EA はこれは変化しません。このことを念頭において問題を考えていきましょう。では条件が変わって、直列抵抗が 0.3 オームになったわけであります。
EA が 80V というのも変わりありません。ここで電源電圧 120V も変化ありません。この時の電流はいくつかということであります。これは非常に簡単な直流の直列回路であります。120V に対して80V ですから、0.3 オームと0.2オーム、こちらの0.5オームの部分に 40V がかかっているわけであります。ということは、電流はこちらは必然的に 40V を0.5オームで割るわけですから、80アンペアになるというわけであります。ということで、答えは、括弧2が正解ということになります。いかがでしたでしょうか。この問題は、多励電導器の等価回路が書ければ、非常に簡単に解けてしまう問題であります。電導器全体の問題に言えることですが、ポイントは、始動直後というのは、電気紙の逆起電力は 0V である。つまり、純粋な抵抗にすべて電圧がかかるということであります。こちらは A 問題の中ではかなりサービス問題ですが、しかし、この等価回路が考えられないと非常に厄介な問題でもあります。この問題は応用的な B 問題で出るような応用的な問題のきっかけとなるような問題であります。この問題は必ず理解できるようにしておいてください。今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。